はい、こんにちは。インテリアコーディネーターサロンボールこと阿部悟です。今回は第8章の講義なのですが、ここの分野はですね、細かい記号などの暗記であったりとか、設計図書の理解、そして皆さんがですね、二次試験で実際に書く可能性のあるですね、図法についてが主な内容となっております。なので、これから解説する内容のほとんどは二次試験でもかなり使うこととなりますので、その辺も頭の片隅に入れながら聞いてみてください。それでは早速講義スタートしていきます。はい、まず最初にこの動画の第8章の目次ですね。 1 設計図書について、 2 設備図平面表示記号について、 3 立体表現について、 4 CAD（3DCG） についてということで、補足ですね、毎年似たような出題傾向です。第8章はとにかく過去問を解いて、昨年に出なかったワードであったりとか、表示記号ですね、これらを特に覚えておいた方がいいかと思います。2年連続同じ問題が出る可能性は少ないっていうことですね。はい、なのでこの分野は二次試験にも大きく関わってくる分野です。一次試験を終えた後も再度勉強をし直しましょうということですね。では早速本題に入っていきます。まずは設計図書についてということで、よく出題される図面について解説したいと思います。まずは平面図。この図面はですね、大体の方がもうご存知かと思いますけども、解説します。設計図書の中で最も中心的な存在の図面で、空間を100センチから150センチ程度の高さで水平切断した状態を上から見下ろした図ですね。水平投影図とも言います。主に1対100って書いてるんですけども、主に100分の1や50分の1で作成をし、50分の1のものは平面小サイズと呼ばれます。ということで、皆さんがですね、一次試験合格した時に、次二次試験でですね、書くものはこの50分の1の平面小サイズとなります。なのでですね、しっかりと覚えておいてください。はい、次にですね、建物の垂直方向を表す断面図と金ばかり図の説明をしたいと思います。まず断面図。こちらは建物の垂直方向の断面を示す図面となります。主に建物主要部の高さ寸法や屋根、天井の形状を表示します。縮尺は100分の1がよく使われるとのことです。断面図が求められるよりはですね、この後のですね、金ばかり図がよく出題されますので、今度そちら読みますね。金ばかり図は断面小サイズと言われ、上記の断面図の一種です。断面の詳細を表す図面なので、躯体と仕上げの関係であったりとか、各部の収まりなどを寸法もつけて表すものになります。なので縮尺はですね、先ほどの100分の1よりさらに細かく書かなければいけない20分の1とか30分の1の図面となりますよとのことです。そして先ほども言いましたが、一次試験で出題される場合はですね、断面図の場合、この金ばかり図がよく出ますので注意しておいてください。はい、それでは次いきます。はい、次に展開図ですね。こちらは室内の立面を天井と床を除いた4面で表す図面のこと。役割としては各壁面の構成を表すことで、開口部の位置であったりとか大きさ、そして造作などを明示するのに役立ちますとのことで、補足がですね、サイコロを解体したみたいな図面で各壁を ABCD と表記をしますとのことで、はい。こちら今展開図、左下にですね、表を載っけているんですけども、今現在皆さんがいる空間もですね、壁4つついているところがほとんどなんじゃないかなと思うんですけども、特殊な空間じゃなかったら囲われていますよね。その壁の面をですね、ABCD とつけて、それが今どのようなですね、形状であったりとか構成ですね。例えばこの B の面には建具、窓がついていますよとかですね、D の壁には扉がついていますよとかですね、そういうものをですね、知るのに役立つ図面となっております。次に伏せ図ですね。こちらはちょっと覚えておくポイントがあるので、ちょっと文章長めなんですけども読んでみます。主にこの試験では天井伏せ図が出題されます。こちらは天井の照明器具の大きさであったりとか配置ですね。さらに天井付きのカーテンボックスの表示など、天井の平面図みたいなものと思っていただけたらいいと思います。そしてですね、注意点が次に書いているんですけども、試験で出題される場合は、平面図と見比べた際に、同じ空間の平面図ですね、伏せ図は上下反転した図面であるなどとよく出てくるんですね。平面図と伏せ図見た時に上下反転させた図面であるっていうのがよく出てくるのですが、それが間違いです。なので反転した図面ではなく、天空から屋根を透かした図面と思っていただけたらいいと思います。なので平面図と同じ方向での表記となりますとのことで、ちょっと文章で意味分かりにくいかと思いますので、平面図のですね、照明器具の位置見ていただいたらと思うんですけども、今平面図と伏せ図を見ると、同じ位置に照明器具、仮にダウンライトとしましょうか、が取り付けられているとします。なので平面図、伏せ図どちらも同じ位置にきちんとついていますね。これ反転してですね、伏せ図の方が鏡で見たような状態にはなりませんということで覚えておいてください。こちら過去問とかですね、実力テストなどやっていますと、おそらく出ているんじゃないかなと思いますので、確認をしておいてください。はい、それでは次いきます。次に設備図などの表示記号ですね。よく出題される表示記号ということで、こちらですね、よく出題される記号をですね、下記に名前を書いておきますので、お手持ちの教本でですね、ぜひ覚えてくださいということで、この表示記号をですね、このスライドに載せてもいいんですけども、テキストで見ても結局一緒なので、ですね、そちらで覚えてくださいということで、ポイントはですね、すべて覚えるのは大変なので、主要なもの、主によく平面図で使われる記号を覚えましょうとのことですね。それではまず電灯なんですけども、はい、まずペンダントライト、シーリングライト、シャンデリア、蛍光灯、これ壁灯って書いてますけども、ブラケットライトとか言われますね。そして埋め込み器具のダウンライトですね。これらはよく出題されますし、二次試験で皆さんがですね、自ら書かなければいけない電灯となります。全部とは言わないんですけども。はい。なのでですね、当サロンの方で二次試験の平面図を書くレッスンも実は9月から始めるんですけども、こういうことも一緒に勉強していきますので、興味ある方はですね、よければ9月に一度受講してみてください。はい。次にですね、コンセント、点滅器。点滅器、スイッチって書いてるんですけども、一般のコンセントであったりとか、アース付きのですね、三極コンセント、そして点滅器、最後に3路スイッチですね。これらのスイッチを間違えないようにしておきましょうということで、上に出てきました、壁とブラケットのライトと、これらコンセント結構似ているので、その辺も間違えないように気をつけてください。はい、それでは次いきます。はい、次に設備図などの表示記号 ② ということで、まずは給水、給湯で排水などの配管に関してですね、これらもですね、いくつか出る可能性がありますので書いておきました。まずは給水管、そして給湯送り管、給湯帰り管、排水管、通気管ですね。はい、これらはですね、ちょっと怪しいので、チェックしておいた方がいいと思います。そして次に給水排水用器具ということで、こちらも怪しいものをチェックしておきました。まず量水器、ボールタップ、洗浄弁、トラップマス、お吸いマス、薄いマスですね。それではまだ表示記号続くので、次のページいきます。はい、続きまして材料表示記号ですね。こちらは壁一般であったり、コンクリートおよび鉄筋コンクリート、鉄骨。これらは覚えておいてもらいたいんですけども、次にですね、より出やすいかなと思うのが、化粧材であったり、構造材、割り栗、砂利、畳とかですね。これらはですね、平均的に見てもよく出てる方なんではないかなと思っていますので、必ずチェックをしておいてください。はい。そして最後に平面表示記号ということで、基本的には縦具ですね。こちら片開きとか両開きの扉、自由扉、回転扉、折りたたみ戸、引き違い戸、片引き戸、引き込み戸、はめ殺し、フィックス窓、上げ下げ窓、引き違い窓ですね。そして下に補足で書いていますけども、二次試験の平面図の作成では自分で書き込まなければいけない記号が多々ありますので、しっかりと覚えましょうということですね。特に平面表示記号の縦具はですね、自分で書かなければいけないって形になりますので、せっかくなのでここでもしっかりと覚えておくのがいいと思います。はい、それでは次行きましょう。次に立体表現についてということで、皆さんこの試験を受ける際にですね、二次試験でパースというものを透視図法なんですけども、聞いたことないでしょうか。はい、このパースもですね、一応3種類ありますので、書いておきました。では上から読んでいきます。平行透視図法というもので、一焦点透視図法、次に遊角透視図法、二焦点透視図法、そして最後に斜透視図法、三焦点透視図法ということでですね、一応名前を覚えなければいけないんですけども、もし皆さんが一次試験を突破して二次試験に行かれた際に出題される可能性があるものは、一番上のですね、この一焦点透視図法、平行透視図法と言われるものになります。はい、と二次試験でも出題されている透視図法です。正面から見ている構図に奥行き感を出す効果があるということですね。今右下に書いているこの電車の絵ですね。これがですね、一焦点透視図法となっています。これパソコンのですね、ただマウスでもちゃっちゃっと書いただけなんですけども、見ていただくとここに焦点というものがありまして、この電車の奥行きですね。この奥行きに関する線は全てこの焦点というものに集まっていて、あとは基本的にですね、水平の線と垂直の線。これも全部水平ですね、この線路の。で、奥に向かうのは当然奥行き線なので、この焦点に全てが向かうというですね、線の区別をつけていくと、皆さんも書けるようになる図面です。はい。そしてですね、今、一次試験に関しては、この名前をですね、しっかりと覚えておきましょうということになりますので、はい、とりあえずこの一次試験が終わったら、書く練習ですね。この図面を書く練習っていうのも、やっていきましょう。では次いきます。はい、次に軸足投影図法と斜投影図法、三面図ということなんですけども、5つの図法の特徴を覚えましょうということですね。こちらですね、ちょっと省略させていただいたんですけども、テキストでですね、しっかり見ていただいて、角度とかですね、各辺の長さですね。例えば、今この絵があるならば、この辺の長さとかですね。今これちょっと斜め向いている状態なんですけども、ここの角度であったりとかですね。そういうものを見て、どの図面かっていうのをですね、答えなければいけない問題が出題されますので、そこの部分、細かい部分はちょっと本見てもらいたいんですけども、まず軽く説明します。軸足投影図法というものがありまして、こちらアイソメ図というものや、アクソメ図とか言ったりするんですけども、これらが出題されます。そして皆さんが二次試験で出題されるかもしれないのがアイソメ図の方になりますね。次に斜投影図法ということで、こちらはキャビネット図やカバリエ図が該当してきます。はい、これらはですね、2つ仲間と思っていただけたらいいと思います。次に三面図ですね。言葉の通り家具などを3方向、正面であったり、平面、いわゆる真上から見たところの絵、そして側面を見た絵、を書いてですね、その家具の正面、平面、側面から見た状態を示す図面となっております。そして主に家具に使われる図面なので、試験で家具によく使われるというワードが出たら、これを疑うといいかもしれません。はい、こちらもハンドブック下巻の227から231ページの図表を実際に見てみましょう。はい、それでは次いきます。次にインテリアコーディネーションと CAD ですね。CAD で覚えるべきはズバリ用語ということで、まず CAD とはですね、結構使われている方も多いと思うんですけども、コンピュータエイディドデザインの略称ですね。コンピューターで設計や製図をすることとなります。はい、補足で 2DCAD、こちらは2次元の製図や 3DCAD、こちら3次元の機能を持つ。そして 3DCG などソフトが複数ありますとのことです。はい、ソフトに関してはですね、そんな問われないとは思うんですけども、次に CAD の用語ですね、下に今まとめてるんですけども、こちらの方は十分に出る可能性がありますので、大事な部分だけですね、ちょっと抜粋をしました。まずそもそも 2D、3D の違いですけども、図面など平面で扱うものを 2D、そしてですね、奥行き感であったりとか、立体を扱う場合、これ 3D という表現になります。これはなんとなくですね、雰囲気でも意味はわかるんじゃないかなと思うんですけども、はい、これらも出題される可能性がありますので、前提としてですね、知っておきましょう。次にグリッドですね。グリッドは操作画面上に表示される格子状の線のことですね。こちら例えばスマホであったりとか、デジカメ持ってる方でも分かると思うんですけども、グリッドを表示させるとですね、水平とかですね、垂直とかそれが分かりますので、写真が綺麗に撮れますよということで、この CAD でも使われるということですね。はい、次にライブラリなんですけども、ライブラリは CAD ソフト上での部品登録機能で繰り返し使う部品を登録をしておいて、必要な時にそれをですね、またすぐ使えるようにして、作業のですね、省力化が図れる機能ということで、パソコン使っているとですね、ショートカットキーとか使う方も多いと思うんですけども、いわゆるそれに似たような感じで、作業の省力化が図れる機能をライブラリーですね。はい、次にレイヤーなんですけども、こちらもですね、もう使っている方はわかると思いますが、これ画層のことで、そうですね。CAD では図面を複数の画層に分けて作成をしますとのことで、この CAD 以外でもですね、例えばYouTube をやっている方であったらサムネイルっていうものを作るんですけども、そういうですね、写真をちょっと加工したりとかですね、そういう時にも使われるもので、画層のこと、レイヤーですね。もう知らない方はそれイコールで覚えておきましょう。はい、それでは次いきます。3DCG の用語ですね。3DCG によく出題される用語ということで、はい、まずはですね、ウォークスルーですね。こちら一番出題されているのではないでしょうか。CAD で作ったインテリア空間の中を実際に歩いているかのように視点からの景色を表現するものですね。なのでもう言葉の通りですね、ウォークスルー、歩くってことですね。はい。なのでこちらよく出題されますので、出たらですね、必ず正解してくださいね。次にレンダリング。こちらもすごい重要な作業なんですけども、3D 形状を作ってですね、で、主にその作ったものに色であったり質感、光、影などの表現を加えることですね。すごい重要な役割があります。次にモデリング。こちらは 3DCG を制作する過程で形状を作成することということで、そこまで重要ではないかもしれないんですけども、割と言葉の通りですね。次最後にワイヤーフレーム。こちら右上に車の写真を載せていて、まさにこれがワイヤーフレームなんですけども、 3D 形状を線のみで表した状態のことをこれワイヤーフレームと言います。はい、これ言葉で聞いてもいまいち理解しにくいかもしれないので、おそらくテキスト読んでもですね、似たようなことしか書いておりません。なのでですね、画像検索を一個一個してもらうとですね、意味が割と分かりやすいと思いますので、これらは言葉と目で確認することをお勧めいたします。はい、それでは次行きましょう。3DCG を作成する工程ですね。一応ですね、細かい補足も書いているんですけども、丸1、まずモデリング。丸2、表面材質の設定。丸3、光源の設定。丸4、アングルの決定。丸5、レンダリングということでして、細かい部分はですね、見ていただいたら、なんとなくこういう順番でやるのかっていうのがわかると思うので、ここはですね、ここで読んでいただけたらと思うんですけども、一応ですね、作成する工程も出る可能性十分にありますから、この丸1から丸5のですね、流れだけは頭に入れておくといいんじゃないかなと思います。はい、それではこれで終わりになるんですけども、いかがだったでしょうか。第8章は範囲が狭いのと、皆さんがですね、自身で教本で学ばなければいけない記号などの内容だったので、ちょっといつもよりはですね、短い動画となりました。ただ記号なんかはですね、毎年必ず出ていますので、これ全部とはいかなくとも、今回紹介したものはですね、必ず覚えておくといいかと思います。というのも必ず出題されるからですね。はい。なのでですね、他の章を山間でがっつり勉強するより、こういう確実に出るところですね、をある程度覚えておくのがいいと思います。はい、それでは次回は第9章の動画も作成するのですが、こちらもですね、範囲がちょっと狭い上に、法律ですね、についてのことであったりとか、インテリアに関するマークのことなどが主な内容なので、この一次試験のですね、まとめ的な動画になればなと思って、ちょっと考えて作成をしてみます。またですね、9月から、当サロンでは2次試験の講座ですね、それに伴う会員様向けの、動画も作成していきますので、毎週金曜日の動画のアップがですね、ちょっとずれてしまうかもしれないんですけども、不規則にですね、はい、皆さんが役に立つであろうコンテンツも引き続き、上げていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、では8月も後半に入っていきますが、引き続き頑張っていきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。